はい、どうも、こんにちは。くたです。えー、今日はですね、グローバル ESG、ハイクオリティ成長株式ファンド、カっこ為替セヘッジなしのアクティブファンドとしての実力の検証をしていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、で、この動画ですね、この3ステップに分かれております。えー、まずですね、基礎データの確認をしていきます。で、その次に、このファンドの成績の確認をしていきます。で、最後にですね、このファンドとベンチマークの同期間の成績の比較をして、ファンドの実 力の検証をしていいいきたいと思いますで、このチャンネルなんですけれども、少しでもベターな投資判断につながるような参考情報を発信してますので、えー、よければチャンネル登録お願いします。で、あとですね、えっと、今回取り上げるファンド、これなんですけれども、えー、これ以外のファンドもやってほしいよみたいなですね、えー、そういったリクエストがありましたら、えー、コメント欄にお気軽に書いていただければと思います。で、この動画、推奨する視聴環境が、えー、この3つになっております。えー、まとめて言いますと、えー、この動画ですね、結構ですね、 えっと、文字とか数字がちっちゃくって、で、なおかつ割と長弱になるので、なので、なるべく大きな画面で、えー、なるべくいい画質で、そして、え再生速度を早めての視聴を推奨しております。で、この視聴環境の変更自体、あのー、変更はですね、えー、YouTube の右下の歯車マークのところから変更できますので、よければやってみてください。で、微行としましては、えー、結構目を酷使することになるので、えっ、ー、と、視聴終了後はオンタオルで目を温めることを推奨しております。で、えー これ、僕の簡単なプロフィールなんですけれども、3年間証券会社の営業をやって、でそこから株式と先物のトレーダーとして生計を立っておりますで。これ、これまでの僕の簡単なパフォーマンスになります。 はい。じゃあやっていきましょう。まず基礎データの確認ですね。えー、今回取り上げるのが、えー、グローバル ESG、ハイクオリティ成長株式ファンド、カッコ、カワスヘッジ、なしのバージョンになります。で、えっと、このファンドですね、相性がついておりまして、えー、それがですね、この未来の世界、カッコ、ESG っていう風な、 あの、なんでこんな名前になっちゃったんだろうみたいな。えっ、ー、と、そんな、えっ、ー、と、相性になっております。で、えっ、ー、と、この投資会社なんですけれども、えっ、ー、と、これ、アセットの、アセットマネジメントワンですね。えっ、ー、と、これ、水保系列の、えっ、ー、と、投資の会社になります。で、主要の投資対象ですね。えー、これが世界の株式になります。で、運用開始日、これが2020年の7月の20日。 で、えっ、ー、と、召喚日、これが設定されていて、えー、2020、2030年の7月の12日なので、まあ、それなので、えっ、ー、と、当初の予定としてみたら、えっ、ー、と、10年間ぐらいしか運用しませんよ、みたいな、えー、そういったファンドみたいです。まあ、ただこの召喚日自体は、えっ、ー、と、延長になる可能性もあるので、まあ、今のところは、えー、この日に終わりますよ、みたいなことっていうふうに、えっ、ー、と、認識でいて,いていただけると幸いです。幸いですというか、えっ、ー、と、そういう認識でいて、いてください。で、えっ、ー、と、純資産はですね、えっ、ー、と、約1兆1461億円な なので、まあ、それなので、えー、と日本で販売されているアクティブファンドとしてみたら、かなりです、ねえー、とお客さんから資金を預かっている額が多いファンドになります。で、信託報酬ですね、えー、これはえっ、えー、と年間で1.848%なんで、まあ、アクティブファンドとしては、このくらいかなみたいな、まあ、普通ぐらいかなというふうな感じです。で、分配頻度ですね、えー、と分配金出す頻度なんですけども、えー、こいつは年1回みたいです。 で、えっと、次にこのポートフォリオですね。えー、こいつを見てみましょう。で、えっと、これですね。えっと、そう、えっと、組入れ銘柄数の総数が、えっと、23三銘柄なんで、まあ、結構絞ってるみたいなんですけども、えー、その中で、えっと、国別の比率ですね。えっと、こいつを出してみました。で、これ見てみると、要はアメリカがですね、えっと、全体の7割以上占めてるので、まあ、ほぼほぼアメリカ株ファンドだな、みたいな。えー、そんな感じで思ってもらっても、ま、大丈夫だと思います。で、ちなみに、この比率なんですけども、これ、組入れの銘柄数に対する比率じゃなくて、えっと、 のファンドの、えっと、投資している、えっと、お金ですね。お金に対する、えっと、比率らしいので、まあ、そこはちょっとご留意ください。でですね、えっと、こ,れかこのファンドと、えっと、ベンチマークを、えっと、比較していって、最終的にの実力を測っていくんですけれども、えー、今回ですね、ベンチマークとなる、まあ、ETF って書いてありますけど、すいません、これ投資信託ですね、えっと。ベンチマークとなる投資信託は、えっと、この2つになります。で、これがですね、e t f ム えっと、全世界株式ですね。で、これが、えっと、連動対象となっているインデックスが、MSCI All Country World Index。まあ、平たく言うと、えっと、全世界株式のインデックスになります。だったら、これ、これですね、えっと、これ半分ぐらいが、えっと、アメリカの株式で占められているので、まあ、それなので、えっと、このファンド自体の、えっと、構成比率が70%以上アメリカなので、ま、あながち比較対象としては間違ってないのかなっていうふうなことを、ま、個人的に思っているので、なんで、こいつを取り上げることにします。で、もう一つがですね、えっと、楽天全米株式インデックスファンドですね。 え、これが、えっと、CRSP US Total Market Index って言って、えっと、アメリカの、アメリカに上場している全株式ですね。え、それのインデックスに連動する、えっと、投資信託になります。で、えっと、まあ、それ、こいつを取り上げる理由っていうのが、 ま、要は、えっと、このファンドの中に占めるアメリカの、え、アメリカに上場している株式の割合っていうのが、ま、あの、7割以上占めてるから、ま、だから、えっと、ま、一番多い資産であるアメリカと、あの、全米の株式のインデックスを比べるっていうのが、ま、妥当なんじゃないかと思ったので、ま、この二つで、えっと、やっていきたいと思います。で、えっと、今回見ていく、えっと、データなんですけども、えっと、主にリターンになります。で、えっと、このリターンなんですけれども、えっと、実はこの三種類あって、で、今回見ていくデータっていうのが、え、ここのですね、分配金の受け取りのリターンですね、 えー、こいつを見ていくことになります。で、こいつっていうのは、えっ、ー、と、データ分配金を再投資せずに受け取った場合のリターンになるので、なので、福利が効いてない時のリターンって感じですね。えー、なので、こいつを見ていくので、えー、そこだけご留意ください。でですね、えっ、ー、と、ファンドの実力を測るにあたっては、えー、この2点を、えっ、ー、と、考慮に入れないとダメなんですね。っていうのも、仮にこのファンドが、 ベンチマークよりも高いリターンを獲得できていたとしても、その高いリターンを上げることができたっていうのは、たまたまマーケット全体が好調だったからじゃないのっていうふうなことと、あと、たまたまマーケット全体が好調で、で、その時に高リスクなものに投資したからじゃないのみたいな、この二つの可能性が考えられるわけですね。まあ、それなので、えっと、そこを鑑みながら、えっと、ファンドの実力を検証していきたいと思います。 はい、じゃあやっていきましょう、えー。まずはですね、このファンド単体の、えー、と成績の確認ですね、えー、そこからやっていきます。で、えっ、ー、と、これ、分配金、受け取りの場合のリターンですね。で、えっ、ー、と、スタートの日付ですね、まあ、要は、えっ、ー、と、計測の開始の日付なんですけども、 これが、えっと、2020年の7月の20日。まあ、なんで、このファンドが運用開始し始めた日ですね。で、そこから、2021年の11月の30日までの、えー、データを取ってあります。で、えっと、ここのですね、えっと、データの見方の説明を今からしていくんですけれども、えっと、一元さん向けに、えっと、していくので、あの、今までにですね、えっと、僕のチャンネルの動画ですね、えー、見ていただいている方は、あの、結構もう聞き慣れてると思うので、えっと、よかったらば、あの、タイムスライダーがですね、動画の説明欄のところに、えっと、押してありますので、えー、なんでそこから、えっと、 客のところとかですね自分が見たいところに飛んでいただければと思いますじゃあですねえー、とまずは一元さん向けにここのデータの見方を説明していきたいと思います、えー、ここの1営業日のところですね、えー、これえっ、ー、とサンプル数が333てなってんですけども、えー、これっていうのは2020年の7月の20日から2021年の11月30日までの間で1営業日間のリターンっていうのが333個ございましたよと でそのうち、えー、55.56%にあたる185回っていうのが1回あたり平均して0.93%の上昇で44.44% 44にあたる、えー、1 0 0 148回っていうのが1回あたり平均して0.98%の下落ししゃうと。で、えっと、それ合計した333、えっと、回の1回あたりの平均リターンっていうのは、えー、プラス0.08でしたよみたいな、えー、そういった意味になります。で、えっと、ここの標準偏差ですね。えー、これ1.27ってなってるんですけども、この標準偏差自体は、えっと、リターンの振れ幅の大きさを表す指標になります。で、これ1.27が具体的にどういうことを言ってるのかっていうと、ここの平均リターンの0.08を中心として、上にプラス1 1> 1. 下にマイナス1.27のリターンのフラワーがあの1営業日間のリターンではありますよみたいなそういった意味になります。 で、ここのシャープレシオですね。えー、これはですね、えっ、ー、と、リスクに対するリターンの獲得の効率ですね。えー、それを示す指標になっていて、この、えっ、ー、と、シャープレシオが高ければ高いほど、えっ、ー、と、リスクに対して、えっ、ー、と、リターンを獲得、リターンを獲得する効率がいいですよね、と。で、逆に、えっ、ー、と、低ければ低いほど、えー、リスクに対してリターンを獲得する効率が悪いです,悪いですよね、みたいな。えー、そうい、そういったことが言えます。で、このシャープレシオの計算式自体は、平均リターンを標準偏差。まあ、このリスクで、えー、と割ったもの なりますで、えっと、ここのですね、えっと、マックスとミニマムっていう風な、えっと、ものが示してあるんですけども、えー、これの、えっと、マックスは、まず何なのかっていうと、これはですね、ここの1営業日のところなのであれば、えー、この2020年から2021年までの間の、えっと、1営業日間の最大の、えー、上昇率ですね、えー、それが4.8%ですよ、みたいな、えー、そういった意味になります。で、逆に、このミニマムっていうのは、まあ、それと逆で、えー、っと、1営業日間の最大の下落率が、えー、4.22%ですよ、みたいな、えー、そういった意味になります。 あますそれなので、これ、えっとですね。 一番運が良かった人っていうのは、えっ、ー、と、この2020年から2021年までの間で、えー、ま、要はこれで買って、えっ、ー、と、1営業日間で4.8%のリターン獲得できていて、で、1営、あの、一番運が悪かった人っていうのは、えー、この2020年から2021年までの間で、1営業日間で、えっ、ー、と、4.22%資産が削られちゃってますよ、みたいな、えー、そういった意味になります。とりあえず、これが1営業日間の、ここのデータの、えっと、見方で、でえっ、ー、と、ついでにですね、20営業日、えー、こいつを見ていきましょう。で、これ、 サンプル数が314となっているんですけれども、これっていうのは、2020年の7月20日から2021年の11月30日までの間で、20営業日間のリターンの個数っていうのが314個ございましたと。と、そのうち66.88%に当たる210回っていうのが、1回あたり平均して4%の上昇。 で、33.12%に当たる104回っていうのが1回当たり平均して3%の下落。で、その総合計の314回の平均リターンっていうのが1回当たり2%の上昇ですよと。てか2%、プラス2%のリターンが得られましたよみたいな。そういった意味になります。で、この標準偏差が20営業日間のリターンの振れ幅の大きさですね。で、このシャープレシオっていうのは20営業日間のリ,ターンリスクに対するリターンの獲得効率を示した指標になります。 で、この max っていうのは 20A 予備官の最大の上昇率。で、このミニマムっていうのは 20A 予備官の最大の下落率。そのことを指します。で、それがですね、ここの その、この60営業日やら何やらっていう風な感じで、まあこの1年まで同じような感じでえと計算してやるっていう風な、そういったことになります。以上がですね、とりあえず、えっと、成績の確認っていうか、まああの、用語の説明だったんですけども、とりあえず、ここ見ていくとですね、えっと、ここのですね、えっと、リターン自体は、えっと、全部ですね、えっと、プラスなので、それなので、基本的にこのファンドはですね、ここの2020年から2021年までの間で割と好調だったってことがわかるんじゃないかなと思います。で、なんならばですね、ここの180営業 営業日に当たる9ヶ月以降ですね、まあ、9以降つっ,っても9ヶ月と,えっと1年しかないんですけれども、えー、これに関しては、えっと、下落数が0回っていうふうになっているので、まあ、これどういうことかっていうと、要はこの2020年の7月20日から2021年の11月30日までの間で、180営業日間以上をこのファンドに投資してた人っていうのは、えー、損した人がえっと0人ですよみたいな、えー、そういった意味になります。ななんならばここの 一年ですね。えっと、一年で、ま、あの、サンプル84なんでめちゃめちゃ少ないんですけれども、ここの平均リターンが23%なんで、ま、なので、えっと、250営業日間、このファンドに投資してた人っていうのは、ま、えっと、84人いて、その人たちの平均のリターンっていうのが、えっと、23%。ま、なんで1.2、資産が1.2倍ぐらいになってますよ、みたいな。え、そういった感じになります。ま、ちなみにこれ250営業日間って一年なんで、で、一年で、えっと、23%のリターンって、ウォーレン・バフェット並みですね。ま、ウォーレン・バフェットはもっと長い期間の1年間の平均リターン が20% 2ぐらいなんですけども、っていう風な感じなので、まあ、なので結構リターンとしてみたらかなりいいんじゃないかってことがわ、えー、かると思います。で、えっ、ー、と一番運が良かった人っていうのは250営業日間で34%のリターンで、で一番運が悪かった人でも16%のリターンが出せてるみたいな、えー、そんな感じになってるみたいです。えー、以上がですねここのえっ、ー、とファンドの成績の確認でした。じゃあ次ですねえっ、ー、と本丸のですねベンチマークとの比較をしていって、えー、このファンドの実力があるのかないのか、えー、そういったところを検証していきたいと思います。で。 でまずはですね、えー、EMAX SLIM ですね、えー。さっき言った、えーとあ、全世界の株式のインデックスファンド。こいつと、えー、このファンドを比較していきたいと思います。で、こんな感じで、えー、とリターン、えー、標準偏差。 え、シャープレッシュを、まあ、えっと、いいかにみたいな感じで出てくるので、まあ、ここを一つずつ、えっと、やっていきたいと思います。で、まず、えっと、リターンですね、えー、こいつを比べるんですけれども、えー、これですね、確かに、えっと、このファンドの平均リターンって、えー、良かったんですけれども、えー、ここの下のですね、えっ、ー、と、EMAX、まあ、全世界株式の、えっ、ー、と、リターン見ていくと、えー、それ、その、このファンドよりも、えっと、全然いいってことがわかります。で、具体的にどんくらいいいかっていうのと、えー、いいかっていうのは、ここの、えっと、ファンドあるベンチマークのところですね。まあ ここのファンドの平均リターンを e マックスの平均リターンというかベンチマークの平均リターンで割ったものになるんですけれども、これ見ると1下回ってしまっているので、それなので、ここのあくまで1営業日からここの1営業日20、60、125、180、250というふうなそういった区切りではあるんですけれども、これ見るとファンドのリターンってベンチマークのリターンよりも下回っているよねということが分かるんじゃないかなと思います。次にですねじゃ標準 検ここを比べていきましょう。まあ、これ要はえっと多ければ多いほど。えっとそのベンチマークよりもリスクが高いっていう風なそういったことになるんですけどもまあこれ見ると。 えっと、おおむね同じって感じですね。まあ、この1営業日20、えっと、60に関しては、まあ、若干ベンチマークよりも、えっと、ファンドの方が、まあ、リスク、えっと、まあ、リターンの振れ幅の大きさが、まあ、大きいってことが、えっと、大きいって感じになってるんですけれども、えー、ただ、えっと、ここのですね、えっと、6ヶ月以降ですね、まあ、125営業日以降に関しては、まあ、ほぼほぼ同じぐらいってことがわ、えー、かるんじゃないかなっていうふうに思います。で、それで算出できるのが、ここのシャープレシュですね。まあリ、リスクに対するリターンの獲得効率、えー、これを示したものになるんですけど、 これ計算式はもう一回言うと、このリターン割る標準偏差ですね。で、なので、こいつが高ければ高いほど、 えっと、リターンの獲得効率が良くって、低ければ低いほどリターンの獲得効率が悪いよって感じなんですけども、まあ、これ見るとですね、えっと、明らかにこのファンドは、えっと、このベンチマークですね、まあ、全世界株式のインデックスファンドよりも、シャープレシューが低い。まあ、つまりは、確かにリターンは獲得できているんだけれども、そのうち、えっと、そのうちっていうか、えっと、リスクに対する、えっと、リターンの獲得効率自体は、獲得効率自体も、えっと、このファンドは、えっと、ベンチマークと比べたら悪いよっていうふうなことがわかるんじゃないか かないいうふうふに思います。まあ、ただ悪いよっつっても、えー、とこれですね、そもそもここの EMAXTRIM の、えーとえー、とまあ全世界株式の、えー、と平均リターン自体が、まあ、1年間で38%となっているので、まあ、これ自体が異常っちゃ異常なんですけれども、ただ、えー、とそんな、えー、とマーケットが好調だったときにおいても、えー、とファンドっていうのは えっと、同じようなリスクで、えっ、ー、と、低いリターンしか獲得できていなかったから、だからこのシャープレッシオも必然的に、えー、低くなってしまいますよ、みたいな、えー、そういった感じになります。えー、とりあえずこれがシャープレッシオまでの説明で、で、えっ、ー、と、ここからがですね、えっ、ー、と、割と本題というかですね、まあ、重要なところなんですけれども、えー、確かに、えっ、ー、と、リスクに対するリターンの獲得効率は、えっ、ー、と、ベンチマークより、えっ、ー、と、負けてたんですけれども、だからといって、ファンドの実力が、えっ、ー、と、ないっていうふうに決めつけるのは双計なんですね。まあ、なぜならば、えー、このベンチマークとの連動性がわからないからですね、 えー、それなので、それを示したのがこの相関係数という,ようなものになりますで。この相関係数っていうのは、まあ、今言った通り、えー、ベンチマークと,、えー、とファンドですね、えー、とベンチマークとファンドの値動きの連動性を示すようなもの、まあ、でこのベンチマークっていうのが要はマーケット全体を示すので、要はこの相関係数っていうのは、マーケット全体と、えー、ファンドの値動きの連動性を示すような指標、えー、それを相関係数っていうふうに言います。でちなみににこれですね、えー、と1に近近づづけば近づくほど そのファンドと、えっ、ー、と、ベンチマーク、まあ。マーケット全体の連動性は、えー、強い。つまりは同じ方向に動いているってことになっていて。で、マイナス1に近づけば近づくほど、えー、マーケット全体とファンドは、えっ、ー、と、逆の方向に動く確率が高くって。で、0に近づけば近づくほど、えっ、ー、と、マーケット全体とファンドの値動きっていうのは、まあ、バラバラに動きますよと。まあ、要は、えっ、ー、と、同じ方向になる確率と違う方向になる確率っていうのは、50-50ですよ、みたいな、えー。そういった意味になります。で、これ見ていくと、まあ、まばらっちゃまばらなんですけども、ただ、えっ、ー、と、 おおむねですね、えー、このファンドは、えっ、ー、と、マーケット全体との連動性は、まあ、比較的高いんじゃないかなってことが言えると思います。まあ、ただですね、えっ、ー、と、ここの1営業日と20営業日ですね、えっ、ー、と、ここが高くって、で、えっ、ー、と、ここのですね、180営業日も高くって、 って感じになってるんですが、えー、ここの60、125、えっ、ー、と、250に関しては、まあ、あの、連動性なくはないんですけれども、えー、若干低くなってるっていう風な、えー、そんな感じになっています。で、えー、次、このリスク倍率ですね。まあ、これは単純に、えっ、ー、と標準偏差、あの、ファンドの標準偏差を、えっ、ー、とベンチマークの標準偏差で割ったものとイコールになります。で、この相関係数とリスク倍率が、えっ、ー、と算出できて初めて、ここのベータっていう風な、えっ、ー、と数値が算出できます。で、このベータっていうのは、えー、マーケット全体の値動きに対する するファンドの値動きの官能度を示す。指標。それをベータっていう風うに言います。で、具体的にここの1営業日のところが。 1.14ってなってるんですけども、この計算式自体は、ここの相関係数にリスクバイツを掛け合わせてあげたものですね。それが、えっ、ー、と、ベータっていうふうな数値になっていて、まあ、こいつが意味するところっていうのは、まあ、要はですね、え、ここの、えっ、ー、と、マーケット全体との連動性に、えー、取っているリスク量の大きさを掛け合わせると、このベータが出てくるって感じなので、まあ、なので、マーケット全体の値動きに対する感能度っていうふうな、えっ、ー、と、表し方ができるっていうふうな、えー、そんな感じになってます。で、具体的にこの1.14が意味するところっていうのは、えー、こうやって、例えば、 ーマーケット全体、まあ、この場合は全世界株式なんですけれども、えー、こいつが1営業日間で1%上昇したんであれば、えー、このファンドっていうのは、理屈的には 1%×1.14 で 1.、1.14%上昇しますよと、逆に、えー、ベンチマークが、かマーケット全体が1%下落、1営業日で下落したんであれば、えー、ファンドの方はっていうと、 理屈的には、えっと、1%×1.14 で、マイナス1.14%下落しますみたいな、そういった意味になります。で、えっと、ついに、この20営業日が、えっと、ベータが0.89ってなってるんですけども、え、これだったらば、えっと、例えば、え、マーケット全体が、えっと、20営業日間で10%上昇したんであれば、ハンドル方はっていうと、理屈的には 10%×0.89 で8.9%上昇しますと。で、逆に20営業日間でマーケット全体が10%下落したんであれば、えっと、ハンドル方は っていうと理屈的には10%かける0.89で8.9%下,下落しますよみたいな、えー、そういった意味合いになりますで。それが同じような計算式で続いているっていうふうな、えー、そんな感じですね。でえー、とそれで,です、ね、ここの β まで算出できたらでここで初めて、えー、とファンドの実力があるかないかみたいなところがい、えー、えるんですけれどもそれがです、ねえー、とこちらになります。でえー、とここのです、ね、見てほしいのは β、えー、によるリターンと α によるリターンってやつですね。でこのベータによるター リターンっていうのが、マーケット全体が、えー、とたまたま上昇してくれたことによって、得れた分のリターン、えー。そのことをベータによるリターンっていうふうに言って、で、ファンドの実力によるリターンっていうのが、このアルファによるリターンになります。まあ、つまりは、えー、とこれのアルファによるリターンっていうのは、えーと、マーケット全体がたまたま好調だったからっていうことを取り除いても残ったリターン。えー、そのことをアルファによるリターンってなるので、なんで、投資、あのー、と,として示すんであれば、まあ、要は、えーと、ファンドのリターンから、えー、ここのマーケット全体の によって、上昇によって得れた分のリターンっていうのをさっ引くと、えっと、そのファンドの実力によるリターンが出てきますよ、みたいな。そういった意味になります。まあ、それなので、ここのベータによるリターンとアルファによるリターンを足し合わせると、ここのファンドの、えっと、さっき見た平均リターンが出てきますよ、みたいな。そんな感じになっています。で、えっと、それで、えっと、ここの下の構成比率っていうのが、まあ、要は、このベータの構成比率っていうのは、この平均リターンのうち、ベータによるリターンっていうのは、全体の何パーセント含まれていて、で、こっちのアルファによる構成比率っていうのは、 がこのファンドの平均リターンのうち、ファンドの実力によって獲得できたリターンというのが、全体のうち何パーセント含まれてますかみたいな、そういった意味合いになります。一応計算式を示すと、この β の構成比率が、β によるリターン割る平均リターンですね、ファンドの。 で、えっと、アルファによる構成比率っていうのが、えっと、アルファによるリターンを、えっと、この、えっと、ファンドの平均リターンで割ったものですね。えー、それになります。まあ、要はですね、ここの、アルファによるリターンと、えっと、アルファの構成比率ですね。えー、これが0%を超えていれば、まあ、その代償はあるんですけれども、えー、っと、少なくとも、えっと、マーケット全体の連動性とは関係なく得た分のリターンがあるから、だからそれは、えっと、ファンドの実力があるってことじゃないですか、みたいな。えー、そういったことが言えるんですけれども、え、逆に、えっと、これが0%をパーセント 下まっているんであれば、たとえそのファンドが、えっ、ー、と。 ベンチマーク、あの、マーケット全体よりも、えっ、ー、と、高いリターンを、えっ、ー、と、上げれたとしても、えー、それっていうのは、ただ単純に、えっ、ー、と、マーケットとの連動性が高くって、なおかつその時に、えっ、ー、と、たくさんリスクを取っていて、で、マーケットが好調だったから、得た分の、えっ、ー、と、リターンが、その、あの、リターンのうちに占める割合が多いですよ、みたいな、えー、多いですよっていうか、あの、すべてがそれになりますよ、みたいな、えー、そういった意味になります。で、えっ、ー、とですね、まあ、こういう感じで、えっ、ー、と、ベータとアルファが、えっ、ー、と、並んでるんですけれども、一応ですね、この、えっ、ー、と、構成比率ですね、えー、そい をで、えっと、これで見るとですね、えっと、ここの、えっと、1営業日、ちょっと見づらいんですけども、えっと、1営業日と1ヶ月ですね。で、えっと、あと、ここの、えっと、9ヶ月ですね、180営業日ですけども、えっと、ここに関しては、まあ、あの、そもそも、 えっと、ファンドのリターン自体が、えっと、ベンチマークのリターンよりも低いんですけれど低、低いから、えっと、なんとも言えないんですけども、とりあえず、それとそのファンドで、そのファンドの平均リターンのうち、えっと、100%以上は、あの、ただ単純に、えー、マーケット全体が好調で、なおかつそれとの連動性がある程度あって、で、しかも、えっと、リスクをたくさん取ったから得らた分のリターンですよってことになってるんですけれども、えー、ここのですね、3ヶ月、えー、6ヶ月、あと1年ですね、えっと、ここを見る限りでは、 えっと、この、この、この期間の、えっと、リターンっていうのが、えっと、さっきのですね、ここを見る限りでは、えっとですね、えっと、ファンドの方が、ファンドは、えっと、ベンチマークよりも、リターン自体は低いんだけれども、ただ、えっと、連動性ですね。連動性自体も割と低いって感じになってるんですね。で、ディスク量自体は大体同じぐらいだから、だから、えっと、一応ですね、えっと、 リターン単体を比べるんであれば、確かに、えっと、ファンドのリターンってベンチマークよりも負けるんだけれども、ただ、えっと、ここの3ヶ月、6ヶ月、1年に関しては、えっと、そのマーケット全体との連動性が、なぜかよくわかんないけれども、若干低くって、で、なおかつ取ってるリスク量は同じぐらいだから、まあ、だから、えっと、リターン自体を比べると低いんだけれども、そのうちマーケット全体が、たまたま好調だった、好調で、で、なおかつそことの連動性があって、それでリスクを取ったから、得た分のリターンっていうのは、 えとリターンのうち、えー、3ヶ月なんであれば、えー、65%で,で残りの35%っていうのは、えー、ちゃんと、えー、このファンドの実力によって獲得できたリターンですよみたいな、えー、そういったことが言えるわけですねで同じように、えー、と6ヶ月に関しても、えー、とファンドの実力で獲得できたリターンっていうのは全体のうち22%で1年っていうのも、えー、全体のうちの、えー、と34%は、えー、とファンドの実力によって獲得できたリターンですよみたいな、えー、そういったことが言えるっていう風うな、えー、そんな感じになりますでですねまあただ 具体的にあのアルファによりんですね、まあ、これプラスの時の見ていくと。 まあ、これ、例えば3ヶ月なのであれば、えっ、ー、と、ファンドの平均リターンが5%なんですけども、えー、そのうち、アルファによるリターンっていうのが2%。まあ、なんで、この2%を5%で割ると、この35%っていうアルファの構成比率が出てくるんですけども、まあ、ただ確かに、あの、ここのアルファの構成比率だけで見ていくと、まあ、なんか35%、あの、リターン、あの、実力で稼げてんじゃんみたいな感じなんですが、えっ、ー、と、実質ですね、えっ、ー、と、得れた分のリターンっていうのは、あの、2%なので、なんで、まあ、まあ、あの、確かに、アルファは出てるんだけれども、ちょっと微妙かなっていう感じが、まあ、正直。 しますで、ここの、えっと、6ヶ月に関しても、えっと、11%の平均リターンのうち、えー、実力で獲得できたリターンというのが、えー、2%って感じなので、まあ、ここもちょっと数での涙程度感がちょっと強まったかなっていう風な感じですね。で、えーっと、この250営業日に関しては、えっと、23%のリターンのうち、えー、8%は実力によって獲得できているリターンっていう感じなので、まあ、なんでここの、えっと、3ヶ月、6ヶ月と比べると、まだマしっていう風な感じではあるんですけれども、ただこれ、あのいかんせんですねあの、サンプル数がちょっと少ないので、な、ま、ん、あ、とも言えない。 ないっていうふうな、えー、そんな感じですね。まあ、とりあえずここの2020年の7月8日から2021年の11月30日までの間では、まあ、ここのえっと短日とえっと一ヶ月と あと9ヶ月ですね。えー、ここのリターンに関しては、もうマーケットとの連動性が高くって、あ、高くってというか、マーケットとの連動性で、連動性とあとマーケット全体が好調だったから分の、えっ、ー、と、リターンが、まあ、ここのファンドのリターン、リターン以上のものだったんですけども、ただ、えっ、ー、と、3ヶ月、6ヶ月、えっ、ー、と、1年に関しては、えー、ちゃんと実力があって出したリターンがありますよね、みたいな、えー、そんな感じになります。で、以上がですね、えっ、ー、と、EMAX SLIM、えっ、ー、と、全世界株式ですね。えー、それとの比較でした。じゃあ、次ですね、えっ、ー、と、 アクティの全米株式インデックスファンドですね、えー。こいつと比べていきたいと思います。それがこんな感じですね。はい出ました。じゃあえっとここからまた見ていきましょう。えー、まず平均リターンですね。まああのここの赤い数字見ではわかるんですけども、えー、これですねえっと全部の期間でえー、っとさっきと さっきのあの、Emax と同じく、えっと、ファンドのリターンっていうのは、楽天のリターンより低かったってことが分かります。楽天のリターンっていうか、えっと、全米株式の、えっと、インデックスのリターンよりも悪かったってことが、えっと、言えます。で、まあ、ただこれ、あの、さっきと同じなんですけども、えっと、250営業日のとこ見ると、えっと、1年間で、えっと、全米株式って、えっと、44%のリターン獲得できているんで、まあ、これが異常値っちゃ異常値っていうような、そんな感じではあるんですけども、一応現状としてみたら、そんな感じみたいです。じゃあ、えっと、次、ディスクですね。これ に関しては、まあ、あの、若干ですね、えっ、ー、と、ファンドの方が、えっ、ー、と、ディスク量自体は多いんですけども、えー、250営業日、えー、これに関しては、あの、まあ、ほぼほぼ同じなんですけども、えっ、ー、と、ファンドと、えっ、ー、と、ベンチマークの、えっ、ー、と、ディスク量は大体同じっていうふうなことがわ、えー、かります。で、シャープレッションに関するとこんな感じで、えっ、ー、と、まあ、要はですね、 えっと、確かに、えっと、確かにっていうか、えっと、リターンが、えっと、ベンチマークよりも、えっと、低くって、で、なおかつ、えっと、取ってるリスク自体は、ベンチマークよりも大きいから、まあ、だから必然的に、このシャープレーション自体も、えっと、悪くなっているということが、えわ、ー、かると思います。まあ、ただ、ここだけで、ここだけで、えっと、決めきるのは総計、まあ、さっきの、あの、全世界株式も同じような感じだったんですけれども、えっと、見てみたら、ちゃんと、アルファで獲得できた、獲得できていた分のリターンがあったってことで、まあ、ここだけで見るのは、総計で、ちゃんとベータ値とかそういうのを考慮していかなきゃいけないわけですね。 で、とりあえず相関係数。ま、これ見ていくと、ま、さっきより若干高いって感じだけども、ただ、えっと、この3ヶ月、6ヶ月、えっと、1年のところでは、えっと、同じような感じで、えっと、なぜかよくわかんないけれども、相関係数が下がってるってことがわかります。で、ディスクバイツは、ま、ここの、えっと、ファンドの標準偏差を、えっと、楽、えっと、楽天っていうか、ベンチマークの標準偏差で割ったものとイコールになっていて、で、それで算出できるベータが、え、こんな感じで、で、ここまでできて初めて、えっと、アルファとベータが出せるって感じですね。で、えっと、ここでですね、えっと、 によるリターンがこんな感じでアルファによるリターンがこんな感じで、で構成比率を示すと、こういう感じになっていて、でじゃあ最後、ちょっとグラフ見ていくと、こんな感じになってございますと。で、えっと、これですね、えっと、まあ、あの、さっきと同じような感じではあるんですけれども、えっと、やっぱり、単日と、えっと、1ヶ月と、あと9ヶ月ですね、え、これに関しては、えっと、もう全,全然、あの、 このファンドの実力があったわけじゃなくて、たまたまその期間、マーケットが好調だったから、えれ、ー、た分、あのー、リターンが出せましたよ、みたいな、えー。そんな感じになってるんですけども、えー、6ヶ月と、えー、あ、違う、3ヶ月と6ヶ月と、あと1年ですね、えー。こいつに関しては、まあ、ちゃんと、えっ、ー、と、アルファは出せてますよと。まあ、つまりは、えっ、ー、と、そのリターンの中に、リターンの中で、えー、こ,このファンドの実力、まあ、や、銘柄選定能力とか、マーケットタイミング読む能力とか、えー、そういうのがあるんですけども、てか、あの、このファンドの場合は、まあ、ESG の株式に投資しているんで、 まあ、主に銘柄選定の能力だと思うんですけども、えー、それによって出したリターンっていうのが、まあ、ちゃんと、えっと、あります。リターンのうちに含まれてますよ、みたいな。えー、そういう感じになっています。で、えっ、ー、と、実際の数値ですね。実際の数値というか、えっ、ー、と、実数、あのー、どんだけの数値だったのかって見ていくんですけども、えっ、ー、と、まあですね、あの、ほんと、の涙程度ですね、えーた。特にここの3ヶ月と6ヶ月っていうのは、えっ、ー、と、3ヶ月に関しては5、5%のうち、アルファによって獲得できたリターンっていうのが、えっ、ー、と1、1%で、 で、えっと、6ヶ月に関しては、えっと、平均リターンの11%のうち、アルファによって得れた分のリターンっていうのが1%なんで、本当に数秒の涙程度ですね。で、またら250営業日に関しては、まあサンプルは少ないっていうふうな制約はあるんですけれども、28%のうち、まあ34%に当たる8%に関しては、えっと、ファンドの実力、かアルファによって、えっと、得れた分のリターンですみたいな、えー、そういうことが言えます、えー。とりあえず、えっと、これがですね、えっと、全米の株式のインデックスファンドとの比較で、で、これで比較は 以上になります。でえっと、ここでえっと簡単にまとめておくとです、ね、まあ、確かにえっとこのファンドって、全世界株式と,えっと全米の株式ですね、えー、それのインデックス、まあ、つまりマーケット全体と、 比べた場合には、リターン自体は低いんだけれども、ただ、えっ、ー、と、まあ、あの、この3ヶ月と6ヶ月と1年に関しては、なんだかよくわかんないけれども、えっ、ー、と、相関係数が低くなっていて、で、えっ、ー、と、ちゃんと、えっ、ー、と、まあ、ビビたるものではあるんですけども、あくまで。あくまでビビたるものではあるんですけれども、えー、実力によって獲得できた分のリターンというのが、えー、ちゃんとありましたよねってことが、えっ、ー、と、分かったんじゃないかなっていうふうに思います。っていうか、まあ、それを繰り返しですね。まあ、ただ、えっ、ー、と、注意事項としては、これですね、確かにこの3ヶ月、6ヶ月、1年に関しては、相関係数が、 えっと、低くなってはいるんですけれども、ここですね、相関係数低くなってるんですけども、ここの、えっと、一、短日1ヶ月、え、あと6、9ヶ月ですね、これに関しては、えっと、相関係数普通に高いので、それなので、 シャープレシオが、えっと、全世界株式と全米株式と比べたら、このファンドって低いことを考えると、この相関係数が、えっと、てか、アルファが出している理由っていうのは、単純にこの相関係数が、なぜかよくわかんないけれども、えっと、少なくなっていたからで、えっと、基本的にはこれ、このファンドって、マーケット全体との相関係数が、えっと、高いと、それ、アルファ出ないんじゃないのみたいな、えー、そういった可能性が考えられるので、まあ、なんで、えっと、もし、あの、このファンドに投資するんだとしたらば、えっと、ちょっとそこら辺を、まあ、あの、考慮に入れな だから、えーと、投資判断をしていったらいいいいいんじゃないかなかう,うに思います。まあ、ただです、ね、根本的にこれ、えー、とサンプル数がめちゃめちゃ少ないので、まあ、なんで、えーと、基本的にはあと2年か3年ぐらいは、えー、と様子見というか、まあ、様子見っていっとあの消極的な姿勢になっちゃうんですけれども、あのウォッチしていただいてです、ねえーと、このファンドがちゃんと、えー、ここの、えー、と1年じゃなくって、えー、2年、3年、4年みたいな、えー、そういった長期間でも、 長期間においても、えっ、ー、と、相関係数を低くできていて、なおかつ、えっ、ー、と、こっからシャープレッシュを高めることができるのかみたいな、えー、そういったところをですね、えっ、ー、と、注意深く監視していただくのが、まあ、ベターなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、少なくとも僕個人がやるとしたらば、このファンドにはまだ投資しませんね。えー、まあ、その理由は、あの、サンプル数が単純に少なくって、まだこう落ち着け方いからみたいな、えー、そんな感じになります。で、以上がまとめになります。 はい。というわけで、ご清聴ありがとうございました。あの、こういったですね、ファンドの分析やら、個別銘柄の分析やらですね、えっと、日々行っておりますので、もしですね、このファンドの、えっと、検証してほしいとか、はたまたこういった、あの、個別銘柄の検証してほしいとか、そういったリクエストがありましたら、えっと、お気軽にコメント欄に書いていただければと思います。そうすれば結構ですね、えっと、早めに今はレスポンスできると思いますので、よければやってみてください。で、えっと、結構ですね、目を酷使したと思うので、オンタオルで目をいたわってあげてください。 はい。というわけで、えっと、今回は以上になります。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。さよならー。